ハエバル町にあるスーパー。県産の葉野菜を中心に品薄の状態が続き、担当者は頭を抱えています。ここはもう葉物野菜をメインに置いている売り場になるんですけども、やはり現状何も入ってこない、入ってきたとしても少しになるので、それがすぐ売り切れてしまっている状況になっています。台風6号の影響に加え、県外産の野菜の入荷もお盆休みと重なり遅れています。沖縄に入ってくる野菜全体の量っていうのがやっぱり少なくなっていて、朝は入荷するものを並べているだけで、夕方にはもう物がない状態ですね。品数を揃えるため空輸で届く商品を仕入れるなどして対応に当たっていますが、その分コストがかかり、例年よりも50円から100円ほど値上げせざるを得ないといいます。こうした状況に買い物客は、今はもう高い、ない。私は一人だからいいけど、嫁さんも子供もいるさね。大変よ。高いからといってね、食べないわけにはいきませんからですよね。その辺は致し方ないかなとは思うところもあります。できるだけ早く落ち着いて、お客さんも笑顔で買えるような売り場に戻したいなと思ってはいるんですけど、いつになるかっていうのがすごく不安な状況ですね。旧盆シーズンを控える中、野菜類の品薄はいつまで続くのでしょうか。はい、一体いつまでこの品薄状態が続くのか、沖縄共同製菓などに今後の見通しを聞きました。まずはこちらです。県外産の野菜についてなんですが、昨日おとといでお盆が明けて本格的に輸送船の運航も再開していることなどから順次入荷し、来週21日月曜日には店頭に並ぶだろうということです。ただ猛暑や台風などで不作のところもあり、小売価格が落ち着くのはもう少し時間がかかると推測するとしています。一方、県産野菜についてはゴーヤーやオクラ、葉野菜は次の入荷まで早くても2、3週間、最大で1ヶ月以上かかる農家もあるだろうとしています。おしまいに旧盆関連ですが、スイカやバナナ、パインなど旧盆で使うお供え物の果物などは県外産で補い対応する。ただ、離島の入荷は遅れる可能性があるということです。この状況、一刻も早く解消することを願うばかりです。